バーンズコレクションはアメリカが衆国フィラデルフィア郊外ロワーアメリオンにある美術財団のバーンズ財団が所蔵する美術作品コレクションである。美術コレクターであり美術研究者であったアルバート C ・バーンズが収集したフランス近代絵画2500点以上を要する個人コレクションが財団によって所蔵管理されている。所蔵コレクションの展示施設のフィラデルフィア中心部への 移転により2012年に財団によより2012年財団るる美術館館が開館しているメリオンにあるバーンズ財団休館アルバート C ・バーンズは1912年より本格的に美術品の収集を開始した。1922年には自身のコレクションを管理、教育的目的のため財団を設立し、ペンシルベニア大学と提携して教育プログラムを実施した。バーンズは ピエール・オーギュストル・ノワールやアンリ・マティスに関する研究書や理論書を何冊も表しており、単なるコレクターではなく研究者であったと言える。当時アメリカでは印象派の作品は低く評価されており、バーンズは自身のコレクションを批判され、以後その観覧を教育目的以外では非公開とした。バーンズは他の研究者や批評家と圧力が絶えなかったことでも知られ、 エルヴィン・パノフスキー、メイヤーシャピロ、T.S. エリオット、ルコル・ビュジエなどはコレクション観覧を断られている。画家のアンリ・マティスとは良好な関係を築き、1930年にはマティスによる中央ギャラリーの壁画、ダンスが完成した。バーンズの死後もそのコレクションは非公開、非複製、売却禁止といった遺言によって長らく門外不出であったが、 展示室の全面改修の基金集めの目的で、ワシントンのナショナルギャラリー、パリのオルセイ美術館、1994年には東京の国立西洋美術館にその一部が貸し出され、各地で展覧会が行われた。2002年9月、バーンズ財団理事会より、それまでメリオンにあった財団を、 もっとアクセスの良いフィラデルフィア中心部へ移転したいと、モンゴメリー軍裁判所に運営規則を変更する許可が申請された。財団の財政難がその理由であった。2年後の2004年に移転の許可が降りたが、これは創立者のバーンズの意思を無視することになるとして、反対運動も起こった。しかし2012年5月に、ベンジャミン・フランクリン・パークウェイにオープンすることが決まり、メリオンには、 樹木園と資料室が残されることになる。2012年、バーンズ財団フィラデルフィアキャンパスが建設されてオープンし、コレクションを観覧することができる。バーンズはフィラデルフィア郊外のケンジントンで生まれた。最初にペンシルベニア大学で医学を学んだ後、1896年から1900年にかけてドイツのベルリン大学などで生理学や薬学の勉強、 研究を続けた。そして、銀南港、アルジロルなどにより、製薬業で財をなすに至る。ハイスクール時代から後にニューヨークを中心に活躍するアメリカの新世代の画家の一員となるジョン・スローン、ウィリアム・グラッケンズの二人の友人と共に絵を描いていたことから、絵を描くことへの関心はあった。友人のグラッケンズは、バーンズの作品購入に関する助言者でもあり、 1912年には、バーンズの依頼を受けて、本格的なコレクションの始まりとなる20点ほどの作品をパリで購入している。バーンズ本人も頻繁にパリで作品を購入し、1915年頃のバーンズのコレクションには、ピエール・オーギュストル・ノワール50点、ポール・セザンヌ15点が存在していた。第1次世界大戦で、 作品収集は中断するが、バーンズは1921年にパリで作品収集を再開する。バーンズのコレクションにおける1920年代のキーパーソンは新進の若手画商のポールギヨームであった。詩人で美術評論家のアポリネールとイであった業務は、1914年に画廊をオープンし、パブロピカソやアンリ・マティスをはじめとする多くの画家の作品を 先見の名をもって扱っていた。画廊が発行する小冊子に、バーンズのコレクションの記事を載せるなどがショート顧客を超えた密接な関係となり、業務は1922年の財団設立時に財団の役員となった。フランス近代絵画の中には、ピエール・オーギュストル・ノワール181点、ポール・セザンヌ69点、アンリ・マティス60点、パブロ・ピカソ46点、 シャイム・スーティン21点、アンリ・ルソー18点、アメデオ・モディリアーニ16点、エドガードが11点、フィンセント・ファン・ゴッホ7点、ジョルジュ・スーラ6点、エドワール・マネ4点、クロード・モネ4点が含まれる。印象派をいち早く評価し有名にしたことで知られる、フランスの画商ポール・デュランイコール・リュエルより100点以上の絵画を購入している。その他、エル・グレコやゴヤの作品、 エジプト美術なども所蔵している。コレクションはバーンズの指定だった館に展示されていたが、その展示方法は他に家具を見ないものであった。作品は作者別や年代別ではなく、展示されている家具やその他の美術品、装飾品とともに、色彩、構成、形、バランスを考慮し、バーンズの独特の美学に基づいて展示されていた。 公開日は季節により変わるが金、土、日の週3回のみで事前予約がないといれなかった。2012年の移転後も入館は予約制である。1994年1月22日から4月3日にかけてバーンズコレクション展が東京国立西洋美術館で開催され107万人以上の来館者を集めた。ありがとうございます。